はい、皆さんこんにちは、クロウシです。今回ですね、パッチノートの方を読んでいきたいと思います。はい、前作からですね、よくやってるやつですね。今までのパッチノートを早速読んでいきましょう。このアップデートはおそらく25日のものですね。25日と、あとなんか12月初頭のアップデートについてもなんかお話しされてるみたいです。はい、Google 翻訳をかけて、表示してるので、なんか日本語おかしかったりとかするところがあるので、その辺はちょっと、まあ、こっちの方で、まあ、修正しながら読んでいきましょう。はい。ですね、まず、まあ、この辺は多分飛ばせていいですね。大したことないので。あ、ちょっとこれ大事かな。PC 勢の方向けですけど、なんか、CPU のパフォーマンスとかが、CPU と GPU の、なんか、その、スペックが高すぎる人は、なんか、あんまり制限、あんまり力が発揮してない、制限されてるから、その辺を最適化するみたいな話を、なんかされてますね。具体的な日にちとかは載ってないね。はい、まあ、次の、最初のトピック。ガンプレートバランス。まず、満足いく重力線は BF の中核であり、まあ、当然のことながらと、で、現状、ちょっと、その、コンソールの方ではエイムアシストの一貫性について同様の調査を行っています。なんかまあ、いろいろそういう、打ち合いに関する、その動作とかの要素の、何かしらの問題があるから、その辺をちょっと、直していくよ、みたいな話ですね。で、今ね、BF やってる人だったらわかる、BF に出るようにやってる人だったらわかると思うんですけど、明らかに武器の精度悪いんですよね。なんか、歩き打ちしてみたりとか、まぁ、ちょっとなんか、その落下直後だったりとか、その、そういう、動作直後のエイムとかしてる時のその、弾のばらけ方半端じゃないんですよね。とか、だから、正直ね、現状のところ、遠くの敵をやれない、アサルトライフルとかで。だから遠くの敵やりたかったらもう DMR か SR 持ってこいみたいな感じの、その本当に究極に持ち屋スタイル。なんでもうその得意レンジ以外は全く戦えませんみたいな感じになってるがゆえに、アサルトライフルって本来その辺も対応できるよっていうのが強みだったりするんですよね。ロングレンジでも。その、対策でパパーンってやられたら無理だけど、ちょっと相手が外してくれたりとかすると DMR 相手にもワンチャンあるよみたいな、銃である必要があると思うんですけど、ちょっとその辺がね、かなり精度が悪化してることによって、まあ、AR が SMG に食われてる状況があったりとか、まあ、それによって武器バランスの、その、まあ、悪化につながったりとかしてて、結構大変な問題になりつつあるので、その辺も修正するみたいですね。なんで、まあ、今の BF よりもより当たりやすいバトルフィールドになるみたいな感じですね。で、まあ、そんな感じの話かな。ズーム時、移動時の全体的な広がりの現象。まあ、多分これ普通に拡散の現象ですね。で、多くの武器の止まってる時、普通に、撃つ時に止まって撃った時は、ま、普通に精度が上がるよ、ということで、まあ、弾が当たりやすくなるって感じですね。これすごく大事だと思いますね。現状どの武器もやっぱ、その使いづらい武器とか弱いなと思う武器ってほとんどその拡散値が高すぎるとか、拡散しすぎて弾が当たらないみたいなことが多くて、やっぱそういうのはね、FPS なんで一応、その辺は大事なところなので、まあその辺の調整が入るのはいいことですね。次が、PP29 の、垂直反動が、増加、意図とした戦闘範囲外での部分を行いました。単純にこれ反動が増えることによって、今アサルトライフル化してるんですよ、PP29 って。本当に無反動武器みたいな感じになってて、かなり強いんですよね。それが、まあ、多少、跳ねるようになるから、ロングレンジは狙いにくいっていう。まあ、単純にさっき言った、アサルトライフル弱すぎる問題っていうのを引き起こしてる、まあ、一端なので、この武器は。まあ、その辺を調整してくる感じみたいですね。で、こっちアップデート2って書いてあるね。あ、3って書いてあるね。だからこっちが。なるほど、なるほど。多分これが、多分12月頭のあれになるのかな。一部のポータル武器を全力射程に詰まる問題が発生しました。これは多分覗き込みバグかなんかですかね。そんな感じでしょうね。ズーム中に発砲すると高すぎるもので発生しました。うん、多分そういう系だろうな。ポータルって書いてあるから、多分これ本編は、オールアウトはあんま関係ないですね。ポータルの方の話かな。あまり僕ポータルやってないから、多分これは遭遇できてないんで、ちょっとわからないですね。で、車両に対する NTW50。NTW50 って何ですか、ちょっと。これは、あー、対物ライフルか。なるほど、なるほど。
これ何かと思ったら、これあれですね。SR かなんかの最終のやつですね。なんか対物ライフル的なやつなんですよね。SR の最後のやつって。それか。なるほど、なるほど。の、これの、対ビークル性能が落ちるよ、という感じみたいかな。で、続いて明日かな。明日のアップデート、今日のアップデートかな、正確には。だと、で、死んだ時、オブジェクトで、挟まれて蘇生できないみたいなバグを修正。そして、あ、これあれですね。これ、なんかバグで、死んだ時にね、そのダウンした状態、蘇生待ちの状態でなんかずっと、なんか無駄にな、なんて言うんだろう。ずっとなんかダウンした状態になっちゃうみたいなバグかな。をなんか直すみたいな話ですね、多分これ。で、まあ、これ多分あれですね、バッドカンパニーって書いて、ポータルの、ポータルの方の話なんで、割愛して、あとこれだ、ホバークラフトとナイトバードの、バランス調整ですね。これ大事、一番大事なところですね。多分皆さんここ、皆さんが待ってたやつです、これ。これやばすぎたからね。ほんとホバークラフトバカみたいに強いんで、本当にあとナイトバード、これもやばかった。このヘリと、地上兵器、この二つはね、ナーフ対象になるみたいですね。で、まあ最初に言ったように、ショットガンを除くすべての武器の拡散が減少。なんで、まあかなり、武器の精度が上がってくるよというところですね。なるほど。よし、そんな感じですね。続いて、変更点ですね。UI。UI が、あんまり必要ならないかな？まあ、この辺とかかな。新しくロックを解除したアイテムを見せつけるためにマーカーが設置されました。多分これですね、大事なのは。これまでなんか、アタッチメントとか武器アンロックしても何もマーカー出なかったんで、あ、これアンロックされたんだっていうのを自分で認知しておかないとわからないんですけど、その辺の進捗が見やすくなったとかですかね。まあ、そんなところですよね。他多分大してやればないかな。まあ、ちょっと多少なんか改善はされてるらしいけど、これは実際見てみないとわからないので、まあ、実際ここで取り上げるのはこの辺かな。この、アイテム見やすくなったよってことかな。と、あとは、毎週ミッション投入。なるほどね。だからまあ、これからは帯同棒的な感じの毎週何かしら、出るよみたいな、アンロック要素ができるみたいな感じかな。で、ハードゾーンにマッチボーナス追加。そして、エンジェルの呼吸に XP が入らなかった問題。これ結構大事なところじゃないですか。エンジェル使ってる方からそれ結構大きいんじゃないかな。他あんま使ってないけど。と、さっき言ってた XP の問題についてちょっと修正が入るみたいな感じかな。まあ、そんなところでしょうね。なんかあんまり大きく関係あるのは、上3つぐらいじゃないかな。週間ミッション追加と、ハードゾーンのマッチボーナス、と、エンジェルの XP がちゃんと入るようになったよという問題かな。で、ここもまあまあ大事かな。レンダリング。レンダリングっていうか、グラフィックかな、多分。まず、視覚的なちらつきの問題だとかは対象。まあ、多分これ小さいところですね。多分、些細なところで、なんだろう、これは分かってくるんじゃないかな。と、まあ、水の反射系だね。基本的にグラフィック系なんで。あんまりまあ、その目立って分かりやすい変更ではないとは思うんだけど、変更とは修正だったら、修正ではないとは思うんだけど、まあまあ大事な修正ではあるかな。まあ、ここはそんなに触れるとこはないね、でも。マップ。まあ、さっきも書いてあった、すべてのマップで150以上の個別の修正と。まあ、なんか引っかかったりとかするとこだったりとか、バグで登れちゃったりするみたいなところがなくなるよと。なくなる減るよと。そして、あとスポーン問題。これ大事じゃないかな。なんか、クソ湧きみたいなのが多分なくなって減ったのかな。修正してくれてるっていうことだそうです。多分なくなりはしないと思うんで。まあ、めっちゃ期待はしない方がいいと思うんですけど、まあ、多少はマシになってくるよっていう修正の、まあ、一応修正って感じみたいですね。と、あとは、レンジフレアスカイドーム。まあ、なんかこの辺も、多分グラフィック的な問題だろうな。まあ、そんなところですね。なんかまあ、基本的にマップ系もバグが大量にあったから、それを直していくよって感じの方針みたいです。で、戦場ポータル、バトルフィールドポータルが、
まあなんかいろいろ書いてあるね。チームデスマッチ、車両用のチームデスマッチ、そして F、ガンマスターのテンプレート、そしてこれなんだろうな、感染ってなんだ原文がなんかわからない。インフェクションか、インフェクションモードの、テンプレができたと。まあ、ポータルの方に、まあ、そういうモードを作ってくれてるって感じかな。そんなところですね。ポータルまだ全然遊べてないんで、ちょっとまだポータルに関しては本当に僕が触れられることがあんまないですね。あ、でもこれ大事じゃないですか。サーバー管理者が定期的なサーバーメッセージを書き込むためのサポートが追加されました。これでサーバールールとかを結構、あれこれちゃんとお話ししてくれれば、こういうルールのサーバーとは知らなかったみたいな事故が減らせるんじゃないかな。まあ、その辺は大事なところなんで、サーバー管理者的には大事でしょうね。僕は昔やってたことがあるんで、やっぱこういうルール的なのはしっかりね、教えてくれた方がいいですね。明記してくれたら助かりますね。で、ハザードゾーンですね。ハザードゾーンがちょっと全然詳しくないから、まあ申し訳ないんですけど、ハザードゾーン遊んでるプレイヤーさんはちょっとね、ここ、まあ止めてもらうか、普通に公式の方のね、パッチノート読みに行ってもらった方がいいかな、個別で。ちょっと僕はここは詳しく語れるところがないね。で、ブレイクスルーが、キャプチャーの時間が調整。また短くなるんだろうな。今長いからかなり。そして、範囲外にディフェンダースポーン改善されて、だから、ディフェンダーの人かな、防衛側のスポーンが改善されて、比較的安全にスポーンできるようになったと。そして、UI が調整。そして、経過時間が追加。別にそれでもバランス調整って感じじゃないんだから、普通に多分。あんまり。そのバグの修正って感じっぽいね。残念なことに。まあでもここ最初のこのか、その、あ、なんだろう、キャプチャー時間の調整ってあるんで、まあ、ここは大きいかなと思うけど、ちょっと、あんまり期待はしない方がいいかな。今のバランスの悪い環境は多分続くと思っていいと思いますね。あと自動ドアのタイミング調整、これも大事かな。自動ドア結構引っかかるからな。この辺は結構ありがたい調整かもしれない。この辺が一、これが一番ありやすいかもね。ありがたいかもね、本当に。自動ドアのタイミングの調整は。はい、続いて。ミサイルが対抗策が機能し、まあ、ミサイルのロックオンかなが、外れる問題かな、外れて当たらない問題を修正。まあ、大事、クソ大事ですね。これ絶対大事なところです。僕はもうこれでかなり助かるかもしれない。そして、車両からの出口位置をより一貫性のあるものにしました。だからみんな同じところから降りるってことかな、戦車とかからも。と、戦車とかのコントローラーの振動。これどうでもいいですね。あ、これった。これ超大事。ホバークラフトを運転してるプレイヤーがフロントウィンドウ、フロントの、フロントガラスから、撃たれない問題を修正しました。これ超大事です、これ。これめちゃくちゃ大事な要素ですね。これ僕かなりですね、やっぱ兵器、歩兵なんとかするためには中に浮かないとね、もう無理なんですよ。そういうのを対処できるみたいですね。これ超でかいな。ホバークラフト全面走行硬すぎなんだよ。ほんとに。ホバークラフト、ナーフですね、これ。で、どれだろうな、あとは。あとこれかな？ナイトバードのミニガンのスプレッド、ミニガンの、単純に収束、精度的なところかな、が、ダメージもかな、が調整かな。と、攻撃ヘリコプターの、対戦車ロケットの爆風インパルス。なんだこれは。単純に爆風ダメージを削除かな。そして、あとなんだろうね。そんなもんかな、むしろ。そんなもんですね。なんで、一番大事なところ、ホバークラフトを運転してるプレイヤーがフロントから撃たれない問題修正。だから、フロントガラスが柔らかくなるっていうか、割れるんですね、ちゃんとこれからは。でかいですね。で、兵器。
まあ、これもさっき言ったように、まあ、多くのね、武器たちの重要者の精度が上がってくるよ、みたいな話ですね。まあ、ここはもういいでしょう。うん、あんまりいいかな。ないね。はい。で、あとは、HUD にダウンした時に 50m 以内に後を補正できるプレイヤーの UI が表示。これ BF5 にありましたね。はい、これ BF5 やった要素なんで今更すりますね。最初からあってよかったと思います。まあでもこれはいい仕様ですね。で、あとは、まあ、なんか UI とかでちゃんと弾とか体力とかをまあ不足する兵士のことを教えてくれるから、まあちゃんと補給してあげようね、みたいな話かな。で、あとこれかな。まあ、ミニマップかな。ミニマップが、結構人の数とかに応じて拡大縮小とかされて、まあ、見やすくなるよっていう修正かな。とか、すごい遠くのプレイヤーとか、遠くの味方とかのアイコンが出てくるのが多くなんか画面表示されすぎてる問題。なんで、まあ、単純にまあ、ちょっと UI が多すぎるっていうところかな。とかを、まあ、修正かな。と、あとこれかな。兵士とか、戦車が、まあ、一部プレイヤー名が表示されない問題。これ、味方のプレイヤー名が表示されなくて敵かと思うやつかな。だから多分修正になりますね。って感じだね。まあ、こことかも大事で大事だけど、多分僕はあんまり実感できてないからな。そうですね、こんな感じかな。うん、まあなんか、回復とか、弾薬とか渡すときにどのプレイヤーに補給したとかを表示できるから、分体コードとかをしやすくするって感じですね。で、まあ、ここ、ボット系に関しても、なんか、これまでの、まあ、アップデートが入ってるって感じかな、普通に。ヘリコプターの扱いとかの改善って書いてあるから。まあ、ボットの精度が上がってくることによって、まあ、徐々にね、このゲームが仮にかそったとしても、まあ、やりやすくなってくるよって話ですね。で、あとは、音とかもなんか、今んとこ結構貧弱な音してるところを直した感じかな。なんかね、そうそうそう。これ、ね、思ったのが、なんかこのゲームすげえ音が少ないんですよね、全体的に。なんか、そのガジェットとか使ってね、すごい音が少なかったりとかするので、そういうのが直ってくるのかな。なんか、いつの間にか敵がいるみたいな状況が結構多いんで、そういうのが減ってくれると助かるね。で、他は、まあ、そんなところかな。スペシャリストがちょっと いろいろ調整が入るみたいですけど、まあ、この辺もそんなになんか、目立ったアップデートではないかな。単純にバグ修正だね。これで起きそうだね。と、あと、バリスティックシールドが、なんか修正が入って、銃弾をブロックできなかった問題修正。あとはなんか、それ関係のバグ、そのなんか単純に普通にプレイするときに起きるバグみたいなの修正ですね。バリスティックシールド、ゲーム発売当初バグに散らしてて、なんか一時期使えない時期ありましたからね。まあその辺も修正ですね。で、うん、まあ他もそんなに言うとこはなさそうだね。なんか本当に、まあ雑多なバグ修正だね。まあなんかこの辺もちらっと読みたい人読んでもらって、まあ、どんな感じかは、その自分が一番使ってるやつとかじゃないとやっぱわからないところが大きいから、僕も全然全部は使えてないから、まあその辺はまあ各自見てもらった方が理解度は高まるんじゃないかなと思います。なのでまあ僕ここはもうさらっといきましょう。ムハンド M5 ですね。ムハンド M5 は、これあれですね。なんかムハンド M5 も一応ロックオンを味方にサポートしてもらうとロックオンできるんですけど、その辺をロストしなくなるみたいですね。とか、そうだね。C5、C4 の上の C5 の、まあ、ダメージがちょっと一貫性がない、ということで。まあ、なんか普通に、ダメージバグだろうね、多分。戦車とか破壊できないバグがあったんでしょう。そして、何かあるかな？はいはいはい。医療箱とか弾薬箱とかが、
遥か遠くに投げることができました。だから、単純に味方の方に結構ぶん投げられるようになったってことかな。へえ、なんか謎の修正だね。これ結構面白いんじゃないかな。うん、まあ、そんなところだね。もはやそんなに言うことがないレベルのアップデートですね。まあでもバグの量はすごいね。なんかもうちょっとなんかデバッグできなかったのかなと思うぐらいのバグの量であるかな。本当にちょっと多すぎるような気がする。とかかな。まあ、ここも、そうですね。ここも大したことはないですね。はい。まあなんで、まあ全体的に、まあすごい長いパッチノートでしたけど、まあ動画で結構短めにはしてるとは思うんですけど、パッチノートかなりですね、まあバグ修正系がほとんどでしたね。それも結構小さいバグ修正が多かったかな。まあ大事なところは今回ホバークラフトのナーフ要素かな。まあ一応まとめておきますけど、ホバークラフトのナーフの件については。まあホバークラフトのナーフと、まあ、あとは、なんだろう、他にそんなに大きいアプリなかったな。ホバークラフトと、ナイトバードの、まあ、そのバランス調整と、まあ、銃撃の、その射撃の時の精度上昇ってところかな。まあ、全体的に多分、そのしっかりこっちに影響が入ってくるの、ほとんどのプレイヤーさんに影響してくるのって、その二つかな。兵器のバランス調整と、まあ、あとね、あれかな、ランチャーがなんか消えるバグみたいなの。が、まあ、消えるとか、消えるっていうか修正されたっていう話なんで、まあ、その辺が多分、その、普通にプレイしている中で一番、まあ、なんだろうか、まあ、その、修正的には分かりやすいものになってくるんじゃないかな。あと、まあ、PP 人気もナーフとは書いてあるけど、多分まだ強いと思うから、こんなになんか考えるとかがないような気がするな。って感じですね。はい。なので、まあ、基本的に、まあ、こうやってすぐね、アップデート来るんで、なかなか、修正は早いんですけど、まあ、それでもちょっとバグが多かったような気がするな。こんだけいっぱいあるのかって感じだけどね。それにね、こんだけの機械で直せるバグだったら、もうちょっと早く対処してリリースした方が、ユーザーとしては、ユーザーの方のその、不信感みたいなのは募ら、なんかその、まあ、集まってこなかったと思うから、まあ、もうちょっと完成度高くして、アップデートしてくれてもよかったんじゃないかな。だし、まだまだなんか僕らが思うような、これ直さないのみたいなのも結構ありますしね。なんでちょっとまあ、その辺微妙ですけど、まあまあ、温かい目で見守っていきましょう。まだリリースしたてのゲームなんでね。はい、そんな感じで、今回はパッチノートを読むでした。はい、まあこれからもこういった動画が出ていきますので、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。それでは、バイバイ。